諸国城郭絵図越後国古志群の内永岡城の図。国立公文書館デジタルアーカイブより、諸国古城の図真田丸。広島市立中央図書館像。白絵図とは中世から近世の日本において城郭の車わの位置や周囲の地形などを描いた絵図。城下町を重点において描いた図を特に城下絵図。 城下町図と称して城絵図と区別する場合もあるが、城内に城主が居住せずに、城下の施設に普段の生活の場を持つケースもあり、城下を城の一部とみなして、両者を区別しない考え方もある。城絵図は中世以来様々なものが作られていたが、最も著名なものは、昭法元年に将軍、徳川家光の命によって、国絵図、 豪朝と共に諸大名から提出された白絵図である。すでに武家諸法度によって、城の無断修法は禁じられていたため、江戸幕府はこれによって、諸城の構造及び城下町の配置などを把握することになった。なお、商法上絵図の大部分は慶応4年の江戸海上の際に新政府軍に接収され、その多くが行方不明になったとされている。江戸時代には、白絵図は、 秘密事項であった一方で、軍学、兵学の交流とともに、ついき、工場の研究のために白絵図が作成されていた。その際には多くは一国一条例などで廃城になっていた中世の城郭のものが用いられた。特に浅野文庫所像の諸国古城の図は、その収録数から非常に研究価値が高いものとされている。平成26年に松江歴史館から、 国秘諸国上手が発見された。ありがとうございます。